わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は我々が安全に暮らすことができるよう建物の耐震安全性について研究している人物を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部建築学科、東浩二教授の研究室じゃ。先生が取り組んでいる耐震安全性の研究とは一体どんなことなんじゃ？私の研究はこちらに示したような、柱と梁の接合部、特にこの溶接の部分での破壊を、いかに、抑えられるか、あるいはいかにしたらその破壊が起こるのかっていうことを研究しております。でその原因がやはり阪神淡路大震災がありまして、その時に大きな破壊がいくつもいくつもあったんですから、その破壊を、やはり抑えなければ日本全国にある建物の危険性っていうのが排除できないと、その破壊するかしないかっていうところの評価をする方法を今作りまして、それを検証しております。結局接合部で破壊をすると、建物っていうのはこういうような柱と梁っていうもので構成されている部分が壊れてしまいます。そうするとその壊れた部分でもう力が伝わらなくなりますので、建物が、まあ、最悪の場合は倒れるっていうことにまでつながってしまう。だからそういうことを起こさないように、まあ、事前にそれがちゃんと評価できれば前もって、まあ、補強なり何なりということが可能になると考えております。日本の建築の場合はほとんどその部材といって柱とか梁とかっていうのが大きく曲がったり伸びたりすることによってその地震のエネルギーを吸収するという方向で設計されてますので、やはりそれが最後の力まで発揮して、そこまで行く間にも地震が収まってるっていうのが一番望ましい状態だと思います。うむうむ、こちらは同じく建築学科の村上康弘教授じゃ。何でも耐震安全性に興味を持ってもらおうとユニークなコンテストを行っているそうな。爪楊枝、本当のこの爪楊枝ですね、とこのボンドを組み合わせてタワーを作るんですが、実際にこれは先が尖ってたり端があったりしますんで、これをカッターとかそういうものでカットします。でこれをボンドで接着していくと。でそれの一部が、こちらになりますけども、これは、3本3段ですかね、いう形になってます。で実際の爪楊枝タワーの時にはこの3本ばっかり作りますと重くなりますので、まあ、1本だったり2本だったりとかいうような組み合わせをいろいろ作っていくと。でここも接着面もずらしていかないと、同じところだとそこから折れちゃいますので、うまい具合にずらしながら作っていってる、まあ一つの材料、実はもうちょっと長く作っていきます。で、タワーを組み上げるということになりますけども、タワーは高校生大会と大学生大会両方やってますけども、毎年少しずついわゆる制作規定というのが異なりますので、その年に合わせた形で高さであるとか重さであるとか、それをこちらが指定しますので、その範囲内で作っていただくということで、これは今年の、優勝の作品で、これが、この部分とこの部分がなく、いわゆる本当のタワーの部分とボンドの重さだけで、60g で作ってあります。で、まあ、非常に軽いんですけれども、ここに重りを乗せていくという形になります。耐震安全性の研究において挑戦はこれからも続いていくのかの？やっぱりこれからも建物はずっと作り続けられますし、すでに建っている建物もたくさんありますので、やはりそういう建物、いろいろな種類の建物が混在している都市の中で、大きな地震が来た時、大きな災害が来た時にも人間の命を守るっていう、まあ、大前提はですね、ちゃんと発揮することができるような建物作りっていうのに貢献できるかと思っております。崇城大学工学部建築学科の活躍がますます楽しみじゃ。